お待たせしました。皆さんこんにちは。改めまして市川ひかりです。よろしくお願いします。今日も、急遽川崎チョコと川崎で路上ライブさせていただくことになりました。ぜひね、もうだいぶ涼しくなってきたとはいえ熱中症対策は、万全で皆さんお過ごしいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。今絶賛ですね、ライブツアー2023年、開催中でして、残り、名古屋、横浜、そしてツアーファイナルがゼップダイバーシティ東京というところで10月19日にありますので、もしよかったら今日も手売りチケット持ってきてますので、ぜひぜひ楽しんで帰っていただいた後にチケットゲットしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではね、早速ちょっと歌っていこうかなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。さてさて、今日はどんな曲が良さそうですかね。 OK、 では行きたいと思います。それでは、明日への手紙という曲を歌わせていただきます。
望の曲ですが、今日は皆さんにたくさん思い届けられるように歌わせていただきます。シンガーソングライターの川崎でもよくやられてますもんね、はい、皆さん要チェックです。やばい、ちょっと怖くなってきた緊張しますね。あのね、なんかね、見てくれてる美女2人いるなと思ってたんだけど、目を細めるタイミングがなさすぎて、ちょっと見てみたら、あ、知ってるお顔だと思って。では続けていきたいと思います。
ございます。小さい頃たくさん歌っていたファーストラブの意味も分からず歌ってた幼少期ですけれども、やっと意味の分かる年齢になれてきたかなと感じております。今年28歳になります。市川ひかりです。よろしくお願いします。そろそろ年齢非公開した方がいいよねって思うんだけどね。タイミングしますよ。ありがとうございます。ではちょっと続けてもう一丁いきたいと思います。次の曲は皆さんもねクラップしやすい曲だと思うので、ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあ行くよ。愛とか恋とかという楽曲です。よかったらゆっくりのテンポでクラップクラップ、こんな感じでやってみてください。月曜日の朝、憂鬱な気持ちも君と会う日を思い浮かべれば、いつもの道に優しい風が吹き、心を弾ませ今日が始まるよ。昔は聞かなかったの歌や映画や香水の匂いでさえも、君が好きなものってだけでさ、どうして僕も好きなんだろう。こんなにも愛とか恋とかの言葉で片付けられないくらいの愛してるが、溢れ出して止まらない想い、君も同じかな。伝えよう目を見て今すぐ明日なれないように、離さないから抱きしめたいよ。思い出をめぐって近くに君を感じて励まされ、携帯に映る君からの通を開く時間に笑顔になれるよ。僕の腕で君が眠る夜も、夢でもいつでも君と過ごしてた。目が覚めても夢は覚めないまま、心が君で満ちてゆく。こんなにも愛とか恋とかの言葉で片付けられないくらいの愛してるが、溢れ出して止まらない想い、守りたい明日も、この先訪れる未来も全部預けてほしい。口癖僕は気づいているよ。弱くてもいい、泣いてもいいだろう、僕の前で強がらないで。愛した理由はさ、ありきたりなのかもしれないけど、君以外には考えられない。愛とか恋とかの言葉で片付けられない、溢れ出して止まらない想い、君も同じかな。伝えよう目を見て今すぐ明日なれないように、離さないから抱きしめたいよ。ありがとうございます。私も大好きな一曲、愛とか恋とかでした。ありがとうございます。よかったら皆さん、お時間あればねぜひぜひ聴いていってください。じゃあもう一曲カバー曲を歌ったら、ちょっとリクエストタイムにしようかなと思います。ちなみに今日私初めましてよの方はどのぐらいいらっしゃいますか？お、初めまして、ありがとうございます。よかったらフラギアがあるのでもらっていただけたら嬉しいです。
がとうございます。よし、じゃあちょっと続けてね歌っていきますんで、皆さんよかったらぜひ前の方でね聴いていってください。ちょっと懐かしなこの曲をいきましょう。多分世代の方も多い気がする。青いベンチという楽曲を歌いたいと思います。ツアーファイナルがゼップダイバーシティ東京というところで10月19日にありますので、皆さんよかったらぜひぜひ遊びに来てください。ではちょっとオリジナル曲の方もねちょいとこら失礼させていただいて、バラード曲なんですけど、よければ聴いていってください。エブンレンバコという曲です。今日この曲が入った CD もあるので、ぜひお手に取っていただけたら嬉しいです。静かな部屋にそっとただいまって独り言を、
残したマグカップも泣きそうな顔してどれもこれも思い出すのはあなたの分連箱を今日は5時ぐらいまで歌えたらいいなと思っているので、できるだけノンストップで聴きますのでね、皆さんぜひぜひ前の方で聴いていってください。ぬくもり
私の居場所は見つからない、声が聞きたいよ。本当は痛いけど振り返らずに歩いていかなくちゃ、ギリギリだって輝きたくて、私ならまだやれるはずだわ。 I don't cry anymore, I don't cry anymore。 涙こらえて顔を上げたら大丈夫だよって呟いてみる。何を信じたらいいのかもわからなくて、もがいて迷って伝えたい、今叶えたい。小さなこの手に託して握りしめる、その時のこう考えてたこととか思い出とかもね刻まれるものだなって私は感じているんですけれども、この曲はね多分小学生中学生くらいかなからずっと聴いてましたね。ありがとうございます。改めまして市川ひかりと申します。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあちょっとねもう一個テンポのアップした曲も歌おうかなと思います。まだちょっと星は見えてないですけど、空にある何かを見つめてたら、それは星だって君が教えてくれた。まるでそれは僕らみたいに寄り添うたの、それも泣いたり笑ったり繋いでゆく。何十回何百回ぶつかり合って、何十年何百年昔の光が星自身を忘れた頃に僕らに届いてる。僕ら見つけ合ってたのに、あって同じ空輝くんだって、二人だって約束をした。遥か遠く終わらない、メテルギウス誰かに繋ぐ魔法。
こにいてくれること」「まるでそれは星の光と同じように」「今日に泣いたり笑ったり繋いでいく」「何十回何百回ぶつかり合って」「何十年何百年昔の光が」自信も忘れた頃に僕らを照らしてる僕らに突き当てた塗り果て同じ空輝くんだって二人だって約束した遥か遠く回らないでテレビを誰かに繋ぐだろうじゃあ何かリクエスト曲歌いたいなと思うんですけど 2,3 曲もしあればぜひぜひこんな曲はいけますかみたいな感じでお聴きいただけたら嬉しいです。あります？はい、あなたがいることで OK です。はい、はい、ま、多くない？なんて言った？かこうあやかさん、くくりでかいね。何がいいかな。花に亡霊でも夏の曲だから、花に亡霊にしようかな。はい。ギリ夏なんで。あともう一曲。はい。好きな人がいること。あ、いいね。じゃあ、あなたがいることでからいきましょうかね。はい。ということで、改めまして、市川ひかりと申します。よろしくお願いします。はい、今日は結構しっとりめの曲も多めに歌っているのでゆったり聴いていってください。それではリクエストありがとうございます。うるさんのあなたがいることで。Oh,
ひかりと申します。よければ名前、歌声、顔と覚えて帰っていただけたら嬉しいです、よろしくお願いします。ありがとうございます。あなたがいることででした。すいません。ではちょっとすぐに次の曲歌いたいと思います。皆さんぜひ次はクラップができる曲なので歌っていきたいと思います。リクエストいただきありがとうございます。ちょっと今ファンの方にご協力していただいてフライヤーを配っていただいているので、もしよければ皆さんぜひ受け取って帰っていただけたら嬉しいです。私はその分皆さんに音を届けますので、どうか聴いて歌ってください。よろしくお願いします。ではこの曲はクラップでいきます。 3,2,1 もし5分前に戻れるなら何をしますか。私は先のエンジンもう一度したい。どうしてあんなにそげなくスルーしちゃったの。あなたの前だとなんだかうまくいかない。人生は後悔ばかりでも泣いて笑って少しずつ進むの。もし5分前に戻れるなら素直でいよう。あなたのそばにいたくなるそんな日でした。ねえ時間は巻き戻せないけど何度何度もやり直せないよね。今夜は涙で溢れても明日を待てればいいじゃない。優しいその手に触れるまでずっとあなたの夢を見てる。今夜はお休み目を閉じるよ。もし出会ったあの日に戻れるなら何をしますか。もう少し優しい顔で笑おうかな。そして目が合ったらもっと笑おうかな。それならきっと初めからうまくいったのに。でも人生は奇跡の組み合わせ。一つでも違う何もかも変わっちゃうの。もし出会ったあの日に戻れるなら何をしますか。やっぱり私はあのまま変わらなくていい。ねえ時間は巻き戻せないけど何度も何度もやり直せないよね。明日同じ場所
ストもいただきありがとうございました。久しぶりの好きな人がいることということで、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。暑いね。でもたくさん動いてくれてたからきっとさらに暑いかもしれない。ありがとうございます。では残り1曲リクエスト曲の花に亡霊、そして最後にオリジナル曲を歌って今日は終わりにしようと思います。皆さん本当にありがとうございます。ではラストカバー曲、ヨルシカさんの花に亡霊聴いてください。え、勝手に終わった。ちょっと待ってね。多分大丈夫。あ、行きました行きました。すみませんね。それでは仕切り直して花に亡霊。もう忘れてしまったかな、夏の木陰に座ったまま、アイスを口に放り込んで風を待っていた。もう忘れてしまったかな、世の中の全部嘘だらけ、本当の価値を二人で探しに行こうと笑ったこと。忘れないように色褪せないように、形に残るものが全てじゃないように、言葉をもっと教えて、夏が来るって教えて、僕は描いてる目に映ったのは夏の亡霊だ。風にスカートが揺れて、思い出なんて忘れて、浅い呼吸をする、汗を拭って夏めく。Thank you.
スを口に放り込んで風を待っていた。ありがとうございます。リクエストいただきありがとうございました。今日も暑い中、ほんのりやっぱり風がないとね、まだまだ暑いので、皆さんこの気候の中こうして立ち止まって会いに来てくださりありがとうございます。ラストの曲はちょっと最近リリースした激しめの曲になってますので、皆さんぜひクラップでお助けいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。改めて、ライブツアー2023年ですね、ここの近くだと9月17日の日曜日に横浜で開催予定です。そしてライブツアーファイナルはですね、ゼップダイバーシティ東京というところでワンマンライブしますので、ぜひぜひ今日も手寄りチケット持ってます。遊びに来ていただけたら嬉しいです。ではラスト、この曲で終わりにしたいと思います。聴いてください、サララ。抱きしめて心の叫びが誰かに気づいてほしそうに、この世に溢れる毒は僕が今すぐに溶かすから。待ちぼけるキュッサムように歩く人の中には不安と孤独がまとわりついてるよ。自分の気持ちはいつも押し込めて我慢して、そうしていつしか誰か傷つける。そんな世の中にいつか革命を起こせた祈りを任せて。ありがとう。心ない言葉なしに触れたれば美しい。君は孤独じゃないから愛を捨てないで、暗闇で先を見ていたい。一度隣で照らすから、ありのまま生きて生きるって抜け殻のような日々を持ってるでしょ。生きている理由を消して流す涙いらない、感じることやめないで、変わらない思いもないで、取り入れても希望抱いて。
がとう。フライヤーまだもらってないよって方お届けに参ります。ありがとうございます。ご協力いただきありがとう。もらってくれる？ありがとうございました。逃げる。